アンドレイ・ペトロービチ・ズベアニンツェフは、ロシアの映画監督、脚本家、俳優。1964年2月6日、旧ソ連のノボシビルスクで生まれた。1984年に、同地の演劇学校を卒業。その後は、地方の劇場で、舞台俳優として活躍。その後、1986年に、モスクワに移住し、映画出演のために、 多くのオーディションを受けたが、テレビのエキストラを得るのが、精一杯の状況であった。しかし、友人のつけで2000年にテレビシリーズの一話の演出を手掛ける、チャンスを得て、その手腕が高く評価された。2003年、初の長編、父、カエルを発表。第60回ベネツィア国際映画祭で、金獅子賞と類似でラウレンティス賞を受賞した。2007年には、 ウィリアム・サローヤンの小説を原作に2作目となるベラの祈りを発表。第60回カンヌ国際映画祭のコンペティション部門に出品され、コンスタンチン・ラブロネンコに同映画祭団優勝をもたらした。2011年には3作目となるエレナの惑いを発表し、第64回カンヌ国際映画祭のある試験部門で審査員特別賞を受賞した。 2014年には4作目の裁かれるは全人のみを発表。第67回カンヌ国際映画祭で脚本賞を受賞した。また、第72回ゴールデングローブ賞の外国語映画賞を受賞し、第87回アカデミー賞の外国語映画賞にもノミネートされた。ありがとうございます。